中半線は、かつて、岐阜県大垣市の美濃赤坂駅から、中半駅までを結んでいた性能鉄道の鉄道路線である。市橋線と同じく、東海旅客鉄道東海道本線の支線美濃赤坂線の美濃赤坂駅を起点とする貨物線であった。美濃赤坂駅構内の大垣方から分岐している。途中駅の美濃大久保駅は、スイッチバック式の配線になっている。 不設目的である、石灰石輸送は、トラックや、ベルトコンベア輸送への切り替えが進んだため年々、輸送量が減り、1983年9月に、定期列車の運行が休止された。以降は不定期列車が年に数回程度運行されていたが、1989年頃から、中半線各駅からの出荷はない。列車はすでに運行されなくなり、 踏切だった箇所を含めて一部はレールが撤去されているものの運行休止扱いだったため身の大久保駅、中半駅構内を含む大部分ではレールは剥がされずに残存していた。2006年に正式に廃止され、2015年頃からは駅間の線路の撤去作業が始まっている。貨物輸送が1983年9月でトラック、 コンベア輸送に切り替えられた後は不定期列車が年に数回程度運行されていたが、1989年頃から列車の設定は一切なくなっていた。ただし、廃止日までレールのサビ取り目的のために運行ダイヤだけは残っていた。ミノ大久保駅構内、二0用ホームが残存する、括弧内は起点からの営業キロ。ミノ赤坂駅を除きすべて廃駅。 美濃赤坂駅美濃大久保駅中半駅美濃赤坂駅市橋線 JR 東海東海道本線ありがとうございます。